変身したかて逆さまは逆さまや。上下も左右も分かんないなら上下も左右も前後もまとめてぶっ壊してやるっての。おかえり隊長。盾も鎧もなしでは防ぐことすらできぬ。防ぐことすらできぬ。そのバケツなら食らっても防げるみたいな言い方じゃない。違和感感じて頭離すなんてさすがワンちゃん。霊視の爆弾を打ち込んでんじゃないのよ。私の霊視を打ち込んだものが全部爆弾になるの。さあこれはどうすんの。ワンちゃん。どうせまだ鎧が壊れたぐらいで死んでないでしょ。何それ、ワンちゃんじゃなくなってるじゃん。ひなもり副隊長、平子隊長を連れて下がれ。はい。やむを得まい。挽回北上天元廟断崖上へ。何よそれ。挽回の中身もワンちゃんじゃないなんてさ。どうなってんのよそれ。断崖上へはその鎧を脱ぎ捨て力のみがむき出しとなった姿。霊圧むき出しなら弱点丸出しでしょ。爆弾となり砕け散ることが恐ろしいのはそこに命があるからだ。何よ。天元明王は鎧こそが命、断崖上へは天元明王が命を脱ぎ捨てた姿だ。知ってんのよ。さっきまであんたの挽回持ってたんだから。挽回の方が壊れて平気でも持ち主のあんたはそうじゃないでしょ。我らが秘術人化の術とは真の像を捧げることでひととき不死の肉体を得る術。わしが生き絶えることはない。なんなの。あんた命捨ててんの。挽回で命捨てるなら殺意になってないじゃない。源流斎殿が命を懸けた戦いにわしが命を懸けぬ理由などあるものか。命はどうに置いてきた。